高知市から車でおよそ1時間、本山町南部にある吉野部地区です。標高およそ400メートルの山肌に張り付くように広がる棚田は、600年余り前の室町時代から続くと言われています。稲が青々と伸びた夏の時期に毎年姿を見せるのが棚田アートです。今年の干支、龍に傘を差している女の子。この地区のご当地キャラクターである蜂が可愛らしく描かれています。こちらはフクロウのアート。人手不足などの苦労がなくなるようにとの思いを込め、フクロウとフクロウがかけられています。棚田アートはブランド米土佐天空の里をこの地区で生産する吉野部営農組合が地域に人を呼び込もうと10年ほど前から行っているもの。今年は6月上旬に赤、黄など5色のアート米と呼ばれる苗を植え作りました。毎年さまざまなイラストに挑戦する棚田アート。過去には思わぬハプニングもありました。コロナ禍だった2021年、頑張ろう日本という応援メッセージを作ったつもりが、バの文字が線が1本多いボになり、頑張ろう日本になっていました。手作りならではのご愛嬌も棚田アートの魅力の一つです。棚田アートが始まって10年余り、今では県内外から多くの人が訪れる人気のスポットとなりました。過疎や高齢化など農業を取り巻く環境は厳しさを増す中、この棚田を維持し未来へつなぎたいといいます。本当に年々、農地は減少している中にあって、維持するのが大変な状態なんですが、やはり自分たちも楽しみながらやっていくことも大事だと思うんで、自分たち の, 生活の中での励みにもなると思います。少しでも現状の棚田が維持できるように、なんとか頑張っていきたいというふうに思います。歴史ある棚田をキャンパスに描かれる本山町吉野部の棚田アート。収穫を迎える10月には黄金色の風景へと移り変わります。続いてドローンがやってきたのは県中西部の中土佐町大野見。標高300メートルほどの山深い竹原地区でぽっかりと開けた場所に広がっていたのがひまわりの黄色い絨毯です。このひまわり畑は8年ほど前から地元の住民たちが地域の憩いの場を作ろうと、集落活動センターの近くにある休耕田を活用して作り上げています。今年は6月上旬に種をまき、撮影した8月上旬にはおよそ30アールの敷地に1メートルほどの背丈に育った2万5000本余りのひまわりが太陽に向かって競うように伸び、美しい光景を見せていました。地域の絆のために作ったということがここですね。今これが先はこういうことで、みんな絆を深めていかないというのはね、なかなか田舎でも人の集まることはありませんので、こういうことを利用して絆を深めて続けていきたいと思います。住民たちが丹精込めて作り上げた中土佐町大野見竹原のひまわり畑、これからも静かな山里を彩ります。